皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今回のテーマはこちらになります。えっと、まあ、すん流というか、私が考える、よく使うですね、試合で聞きやすいおすすめのサーブの出し方っていうのを皆さんに紹介しようかなと思います。で、まあ、このサーブも本当にさっき言ったように、私がよく試合で使う鉄板のパターンのサーブをちょっと公開しようかなと思います。結構もう考え方としてはめちゃくちゃシンプルなんですが、 え非常に使いやすい一つこう皆さんのこうサーブの何ん,んですかレパートリーの中で持ってもらうといい方法かなと思うのでぜひ参考にしてみてくださいその方法っていうのがフォア前の短いサーブショートサーブとバック奥ですねバック奥に出す長いサーブこの2つの組み合わせですねこの両極端なフォア前バック奥っていう両極端なところの組み合わせのサーブなんですけど これをただ出すだけじゃなくて聞きやすくするための秘訣っていうのがあるのでちょっと皆さんにそこの秘訣の部分も含めてちょっとシェアしようかなと思います。 じゃよりその聞くようにする方法ですね。どうやってサーブを出したらいいのかっていうことをちょっとやっていきたいと思います。はい。まず一つ目のポイントなんですけど、えっと一つの動きで出すっていうことですね。ま実際どうやって出しているのかっていうと、イメージ的にはこうこういう動きですね。順横で出してきて逆横っていうのはこのまあサーブを出すで 打つでモーションの部分まで含めてこの動き1つでその2種類のサーブを出します、はい、でこの動き皆さんしっかり覚えておいてください出してきて体から遠い方にモーションをつけるようなこういうイメージですね、はい、こういうイメージで覚えておいてください、はい、で、えー、ポイントの2つ目ですねまずその1つの動きからじゃあ何でどうやって フォア前とバックホック出すんだっていうところの解説に入っていくんですけどえっとまずフォア前に出すときですねフォア前に出すときはこの動きのここで止まってピッてこっちに軽く振るんですねでイメージとしてフォア側に逃がすようなイメージ少し逆横回転が入るので逃げやすいとは思うんですがこの動きでフォアにすっと逃がしてやるようなイメージでショートサーブを出してくださいそうすると非常に ま、右対右で想定すると相手からすごい遠いところになるんですね。で、順横回転でこうやってフォア前に出しても、実際に入る場所はちょっとミドル寄りにこう曲がってしまうので、基本的には出すときに外に逃がすようにしてフォア前に出すというところはコツになります。ここですね。非常に重要なところで、もしこういう出し方の感覚がない方は、まずこのフォア前の部分から。 たくさん練習してサーブをまず一つのサーブとして練習してもらう。まずここをしっかり固めてもらう感覚をつけてもらうことが結構必要になるかもしれないので、まずここちょっと一つポイントとして覚えておいてください。いいサーブ で次三つ目のポイントですね三つ目はバックを奥に差し込む方法なんですけどこの動きの中のここですねこう順横形で振ってきたところでダンと速いサーブを バックに出すすとというところです、ね、そうするとこれも皆さんお分かりだと思うんですけど今度は順横でバックサイド切れるように速く曲がる、えー、長いロングサーブになるのでここですねここを外に逃がすっていうようなイメージで順横で出すで当たった瞬間にすぐこっちに振ってくださいこう出して時間を置いてモーションをつけるんじゃなくてもう当たった瞬間パッと動かしてください多少サーブの横回転とか弱くなっても気にしなくていいです 当たった瞬間に逃がす当たった瞬間に逃がす当たった瞬間に逃がすここ意識しておいてくださいここの当たった瞬間に逃すっていうのを意識することでフォア前がめちゃめちゃ効くようになりますはい。相手は球を見ないとコースの判断ができなくなるんですね。ここが分かりやすくならないようにより効くようにするためにはすぐに逃がすっていうところがポイントです スイングをして逃がすところで当たったらフォア前でスイングしてきたところで当てたらバック奥ーっていう感じでこれをいかに分かりにくくするかっていうところで当たったらすぐ逃がすっていうのをこの3番目のところですねバック奥に出すときに注意してもらうとめちゃめちゃ効くサーブができるので参考にしてみてください。 ますごいシンプルなんですけどフォア前とバックオクっていうこの両極端を使うことでまどちらかで相手は崩れることが非常に多いので参考にしてもらえたらと思いますありがとうございました動画のご視聴ありがとうございましたチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いしますこれからもためになる動画卓球が楽しくなる動画たくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いします 最後までご視聴ありがとうございました。